こんにちは。今回はですね、ワクワクイケメンモンスターというゲームをやっていこうかなと思います。まあどんなゲームかと言いますと、まあちょっとポケモンに近いゲームらしいです。じゃあ行きましょうか。すごい怒られそうな気もするんですけどね。ちょっとポケモンに似ているという発言は今撤回しますわ。はじめまして。わしの名前はコロモヌグノスケ。みんなからは猿と呼ばれておるよ。へえ、猿に失礼じゃん。誰からも相手にされておらんよ。この世界には、これモンスターボールみたいなもんなんだ。すげえ強そうこいつ。イケメンモンスターと呼ばれる生き物がうじゃうじゃいるぞ。イケメンモンスターとにかく頭が悪い。何もできん。鳴き声も終わっとる。そういえばお前の名前は、俺サトシです。ふむ、金玉と言うんだな。なるほど。こいつはわしの孫の洋服いらな太郎じゃ。へえ、結構似てるじゃん。お前の幼馴染でもあるぞ。ああ、金玉、いよいよこれからお前の物語の始まりだ。お前が住んでる飛び込み大好きタウンは治安が最低レベルじゃ。気をつけろ。もう今の時点で最悪なんですけど、これ以上に悪夢が待っているということなのか。兄弟だ。今から始める。あ、始まった。待って、メニュー画面。ああ、なるほど。金とかあるんだ。誰だこれ。スネちゃまとか言いそうな。話せないの。いや、きついでも話せないのか。じゃあ行こう。あ、これ俺の家なんだ。へえ、なんかバキの家みたい。すごい落書きだ。へえ。何これ、ハゲが住んでいます。これ先生か。イケメンモンスターくださいよ。おお、金玉か。そこに変な匂いの毛玉が置いてあるじゃろ。その毛玉の中にイケモンを閉じ込めてある。3匹の中から大好きなイケモンを選んでくれ。最初のイケモンはレアなのかな。左クリックで知って、これは、こいつはインドカレーじゃ。美味しいぞ。ああ、ちょっと惹かれるな。これは、こいつは鳥じゃ。この辺にいるぞ。ちょっと違うね。こいつは靴下じゃ。家にあったやつじゃ。まあやはり僕はナンが好きなんで、インドカレー、こいつでしょう。インドカレーを手に入れた。じゃあ、ありがとうございます。行こう。え、イクラ丼。ここ幼馴染の家か。違う、何これ。さあ、じゃあ冒険と行きましょう。ここから始まってくんだ、俺の冒険は。草、待ちなさい。どうしたの。おかん、俺の尻を叩く。こら、どこ行くの。キモすぎタウンに行こうと思ってるんだ。ああ、おかん、俺のイケモンが入った玉をじっと見つめる。ハゲが川で拾ってきたやつね。まさに病気って感じね。おかんが気が済んだらさっさと帰ってきなさい。なんで。おかんは大変満足し、笑顔で家に帰っていった。ありがとう、ありがとう。病気しかちょっといないらしいですね、このタウン。で、おお、すごい森だ。この先に、なんか強そうなやつが目の前にいる。これは鳳かな。千葉大好き、野生の千葉大好きが現れた。行け、インドカレー。よし、戦う。あ、捕獲もできんの。捕獲する。簡単に捕まえられた。え、仲間やったのかな。あ、いるわ。すごい、しかも強い。ステータスは、まあいいや、これで行こう。あれ、伝説のポケモンだ。うお、でっけえ。これめっちゃいいやつじゃないの。レベル2。レベル2か。ちょっとレベル普通に戦ってみよう。アメリカ、卑弥呼の前歯。これ使ってみようか。おお。じゃあ、おそばアタック。結構やっぱ強いんだな、インドカレーは。じゃあ、倒したのに消えないの。ちょっと待って、捕獲は？ああ、なるほど。すごい世界。
あいつやばそうだな。リーゼントが上に曲がりまくってる。あれ？あれ？あ、よかった。よし。あ、落書きかい。いや、敵なのかい。うんこ座りの大好きが勝負を仕掛けてきた。介護官のインドカレーだ。教えてやろう。インドカレーの本質を。アメリカン攻撃。くっ。香水アタック。行くぞ。卑弥呼の前歯。よし。よくわからないけど、勝った。俺のインドカレーは経験値はと。連戦だと？これさ、変えられない。もう捕まえてやろう。鳥を盗もうと思ったが変な匂いがしたのでやめた。ダメか。やっぱ卑弥呼の前歯かな。ちょっと普通に死にそうなんだけど。まずいな。卑弥呼の前歯。まだいんの？てかこれ、初期の2体両方持ってるのがやるな。前歯。よし。あー、死んじゃった。千葉大好き。火をつける弱点じゃないこれ。よし、家でうんこするね。お前は、あ、お前は、あ、うんこしてるんですね。へえ、マニアックなやつだな。大人向けクイズなんだ。くだらねえんだよ。静かにしてください。悪夢だなこれ。地獄だ、地獄地獄。あれもトレーダー、何ここ、地獄か、地獄のもう深いだこれ。触れてみよう。あ、何もないんだ。キモすぎタウン、ついにたどり着いたのか。陰謀を一個手に入れた。へえー、何陰謀ってどういうこと、何これ、説明が書いてないか。わかんないから、いや、このまま行こう。これ死んだ仲間っていうのはさ、どこで、その、あ、これか、イケモンセンターだ。はい。ボックス、あー、なるほどね。結構いいな。あ、たけしじゃん。なんか顎がだいぶ尖っちゃったんだね。こんにちは、俺の名前はたけし。キモスギタウンのリーダーだ。俺がキモすぎてみんな引っ越したぞ。歯磨きせずに政治の話ばっかりしたらどっか行ったぞ。訴えられるぞ。ポケモンに。さあ、俺とイケモンバトルだ。よし。レベル高っ。卑弥呼の前歯。グオー。あ、これ勝てないな、これ。ダメだ、全然歯が立たん。火をつける。レベル13ってなんだよ。汁落とし。火をつける。俺はしばらく一人の時間を楽しみ、お弁当を食べた。ちょっと修行してこようか。今の僕だと、まるで歯が立たないですわ。圧倒的にやばすぎる、これ。これね、ドンキラブ。かっこいい話してるな。てか全体的にレベルが高いんだな。捕獲しよう。あ、捕まえられるのね。ちょっと一回回復しに行く。まずちょっとレベルが足りなさすぎるから、ここでちょっと検査も汚いなこれ。よし。ハーマヨネーズうんこするんじゃ。訴えられちまえ、マジで。卑弥呼の前歯。いや。うーわ、強っ。いけるかな？いや、硬っ。素人し。やーべえ、強いわ。くっ。うわ、ダメだ、マジや。よし、お前が行くぞ。卑弥呼の前歯。いえ、よし。160。よし。いやー、ちょっとボロボロだ。お、スーパー系、レベル 100? 伸びたみたいな顎だ。これやる。はい。メタルスライムみたいなもんか。よし。ガリ勉やろうかろう。
だいぶですね、鍛え上げてきて、今だったらたけしかっこ顎に勝てるんじゃないかなと。俺は今めちゃくちゃ強くなったんだ。見せてやるぜ。あの頃の俺と思うなよ。その顎砕いたるわ。言います。高いんだな。純粋にまずは卑弥呼の前歯。よし、正直めちゃくちゃ強い。前歯なんがなんぼのもんじゃい。うお、鳥か。てか全然タイプとか関係なく使ってくんだな。たけしへの誇りはないのか。おら、よし、うわ、同レベルか。はい、卑弥呼の前歯マジで強い。はい、よし、俺は悪くない。国はいけないんだ。お前が悪いんだよ。何ポケモン進化。あ、おり、おお。まあ、一貫して意味不明でしたね。正直レベル上げしてる時に何やってんだろうっていう、すごくね、虚しい気持ちになりました。何やってんだ俺って。しかも全然レベルが上がらなかったんでね、すごいいいムードで終わってますけど、一貫して意味不明でしたね。何一つ分かんなかったっす。まあ、でも、まあ、ポケモンのに、まあ、パルワールドみたいな感じに最後なって終わるんですかね。まあ面白かったっすよ。まあ面白かったっすね。ギャグに特化してましたけど、すごかったっす。できれば、ちょっと卑猥なワードには、カッコ丸みたいな P とか、直接的な表現が多かったので、まあ、上品な僕からすると反応に困ると言いますか、ちょっとね、なんとも言えない気持ちにはなりました。まあ飛ばしますか。飛ばせないんですね。いや、めっちゃいい曲じゃん。曲はめっちゃいいな。曲はなんか最後ふざけるのかなと思った。曲だけはめっちゃいいわ。曲めっちゃいいじゃん。靴下ラブ、マイパートナー。なるほど。まさしくイケメンモンスターたちのゲームでした。ジ・エンド、サンキューフォープレイング。ありがとう。はい、ありがとうございます。マリア、絶対嘘だよ、これ。